バンダル族、バンダル族、バンダルは古代末期にゲルマニアから北アフリカに移住した民族。ローマ領外のン族による民族移動時代にローマ領内へ侵入して北アフリカにまで侵軍しカルタゴを首都とするバンダル王国を建国した。彼らが北アフリカに進出する前に一時的に定着したスペインのアンダルシア、もともとはバンダルナと綴ったや、 破壊行為を意味するバンダリズムの語源ともなっている。19世紀の研究により、バンダル族は全体としてプシェボルスク文化に属することが判明した。また、リュージー族、ルニー、リジア、ルジア、リジアンズとの関係も議論されており、リュージー族ートにバンダル族と呼ばれるようになったか、もしくはバンダル族は複数部族の連合体で、リュージー族はその一つである。 スラブ系部族だったとするなど小説ある。スカンジナビア起元説によれば、後にバンダル族のうちの一部を構成することになる部族は、紀元前2世紀にバルト海を渡って、現在のポーランド地域に到着し、紀元前120年頃からシレジアに定住るようになったとされる。名前の類似性から、ノルウェーのハリングダール、ホリンダル、スウェーデンのベンデル、ベンデル、 デンマークのベンドシッセル、ベンドシッセルが彼らの故郷でないかという意見が出されたことがあり、近世の豪と紀元節ブームでは、バンダル族のスカンジナビア起源説が盛んに唱えられた。しかし、プシェボルスク文化はほぼ同じ一帯に広がっていた、ポメラニア文化の直接の発展形態であり、ポメラニア文化は、ゲルマン系でもスラブ系でもなく、 イリュリア系とされるラウジッツ文化を礎としてウクライナから西へ進出してきたスラブ系の文化、チェルノレス文化の二つの文化系統が混合してできたものである事実からバンダル族からスラブ系の系統を排除するスカンジナー起源説は近現代のドイツやスカンジナビア諸国の人々による民族主義的な極論の類に過ぎずこのような政治的主張に学術的価値は 全くない。さらにゴート人が、スカンジナビア半島から来たという説、いわゆるゴート起源説についても、発端は、ゴート人という部族名とスウェーデンのゴートランド島の名前が似ているというただそれだのことであり、この説が事実であることを示唆する証拠は全くないため、この説が妥当である、可能性は、ほとんどない。当時でもバルト海を越えた人の頻繁な往来はあった、はずで、その意味では、 地理的名称の関連性も考えられないこともない。しかし、オクシビエ文化の存在から、政治的な集団としてのゴート族の起源は、スカンジナビアではなく、このオクシビエ文化の広がっていた、バルト海南岸地方であると推定される。また、ゲルマンゴ派の起源も、スカンジナビアではなく、現在のドイツ北部一帯に広まっていた、ヤストルフ文化の地域であった可能性が濃厚である。 ゲルマン語派を決定するグリムの法則による言語の変化がヤストルフ文化で起こったと指摘する者も,もいる。オクシビエ文化はヤストルフ文化がポメラニア文化に進出した地域、現在のポーランのポモージェ県と西ポモージェ県で両者が融合して発生するが、このオクシビエ文化こそが最初期のゴート族の文化と考えられる。ゴート族は実際は異なる文化を持つ部族の 連合体であったらしく、ゲルマン系の特徴である埋葬法に加え、ポメラニア文化、プシェボルスク文化、チェルノレス文化にも共通するスラブ系に特徴的な埋葬の習慣もある。そして、ポメラニア文化のうちヤストルフ文化の影響を受けなかった、ヤストルフ文化の影響が希薄だった地域、現在のポーランドの中部と南部一帯でポラニア文化がそのまま、 プシェボルスク文化に移行したことから、このプシェボルスク文化が、バンダル族の文化と考えられる。プシェボルスク文化の埋葬形式は仮想で、独特の骨壺を使用しており、かつ他の考古学的特徴は、東方のザルビンチ文化のものと告示している。これは、バンダル族が、当時のスラブ人のうちの西方集団であった、可能性が濃厚であることを示唆する。バンダル族は98年に、 ゲルマニア地方を流れるオーデル川とビスワ川の間に彼らがいたとがローマの歴史家タキトゥスや後の歴史家によって記録されている。バンダル族はシリンジー、シーリニーとハスギンジー、ハスギングイの二つの系統に分けられる。シリンジーはゲルマニアマグナ、いわゆるゲルマニアのうち後にシレジアと呼ばれるようになった地域とその周辺に何世紀にもわたって住んでいた。 2世紀に、ハスリン G は、王のラウスとラプトに引きられて、南に移動し、西隣のサルマ大人の協力を得て、ドナウガー下流で、ローマ帝国を攻撃し始めた、マルコマンに戦争の発端。その後、ローマ帝国とは牧師、ルーマニアの西ケアとハンガリーに定着した。バンダル族は、ローマ帝国内にも移住し、それらの家族の中には、ローマの高官となった者もいる。 西ローマ帝国軍最高司令官を務め数々の大戦争に勝利した名細賞のフラウウィウス・スティリコは父がバンダル人、母がローマ人であった。スティリコはその華々しい活躍を妬んだ宮廷内の政治的敵対者たちの陰謀で言われなき罪を着せられ、ホノリウス帝への弁明のために赴いたラベンで粛清された悲劇の名称として知られている。彼は 自分がいくら懸命に、ローマのために働いても他のローマ人から常にどこか、差別的な目で見られていたことを自覚していたという。400年から401年にかけて、おそらく粉族の侵入によって、王の元バンダル族は、スエビ族や、サルマティア人のアラン族と一緒に、西方への移動を開始した。シリンジーは後に、彼らに加わった。この頃、すでにハスギンジーは、 キリスト教家されていた。ゴート族の初期と同じように彼らもイエス・キリストは父なる神と等しい存在ではないとするアウス主義を取り入れていたが、イエス・キリストは神に最も近い存在として特別に創造されたものだとしていた。これはローマ帝国において主流であったキリスト教の信仰とは正反対のものでった。バンダル族はドナウ川沿いに西方へと移動したが、 ライン川にたどり着いたあたりで北ガリアにあるローマ帝国の属国にいたフランク族の抵抗にあった。この戦いによってゴディギゼルを含めて2万人のバンダル族が死亡したがアラン族の助けを借りてなんとかフランク族を任すことができた。406年12月31日、バンダル族は凍結したライン川を渡りガリアに侵入した。 ゴディギゼルの息子を率いるバンダル族はガリアの西や南へ略奪して回った。409年10月、ピレニエ山脈を越えてスペインに入った。そこはローマ帝国から建国を許された土地であった。アラン族がポルトガルとカルタヘナ一帯を領有し、バンダル族はガリシアとアンダルシアを得た。しかし、スエビ族がガリシアの一部を支配し続け、また西ゴート族が ローマ帝国からフランス南部の土地を受け取る前にスペインに侵入しバンダル族やアラン族との紛争の原因となっていた。グンデリクの兄弟ゲーセリック、ガイセリックは艦隊の建造を始めた。38歳のゲーセリックが王になった後の429年、ジブラルタル海峡を渡りアフリカ沿岸をカルタゴに向かって東方に移し始めた。435年にローマ帝国は 北アフリカのいくつかの領土を彼らに与えたが、439年、バンダル族は自らカルタ号を占領した。ゲイセリックはここに、バンダル族とアラン族、一部のサルマ大人からなる、バンダル王国を建国した。この王国は、地中海における一大勢力となり、シチリア島、サルデニア島、コルシカ島、バレアレス諸島を征服している。 四百五十五年にはローマを占領し、四百六十八年には彼らを征服するために派遣されたバシリスクス率いる東、ローマ帝国艦隊を壊滅させた。四百七十七年、デーセリックが死去するとその息子が王となった。彼の知性にはミトラ教とカトリック教会への迫害があったことで有名である。フネリックの次の王。 四百八十四年から四百九十六年はカトリックへの迫害を止め平和的な関係を実現しようとした。ゲイセリックの死によってバンダル王国の対外的な力は衰え出した。グンタムン島は東豪都族によってシチリア島の大半を失い、また増大するムーア人の侵入に押されている状況にあた。王在位年から年は 先のローマ占領の際に連れて来られた西ローマ帝国の巫女の血を引いていたため最もカトリック教よりの王であったが戦争にはほとんど興味がなく身内のホアメルに任せていた。ホアメルがムーア人との戦争に敗北すると王家の一部が反乱を起こしゲリメル在位530年から533年が多いについた。ヒルデリックやホアメルらは牢獄に入れられた。 かねてより、ローマ帝国の復興を期としていた東ローマ帝国の皇帝ユスティニアヌス一世は、西ローマ帝国の血を引くヒルデリック王が倒されたことを口実に、バンダル王国に対する戦争を開始し、サーサーアン・アサ、ペルシャとの戦いで活躍したベリサリウス将軍を派遣した。バンダル王国の艦隊のほとんどが、 サルデニア島の反乱の鎮圧に赴いていることを知ったベリサリウス将軍は、迅速に移動してチュニジアに上陸し、カルタゴに入場した。533年版か、ゲリメル王はカルタゴの南10マイルのところで、ベリサリウス将軍と戦った。アドデキムムの戦いバンダル王国軍は敵を包囲しようとしたが、各隊の連携が取れずに失敗し、敗れた。 ベリサリウスは残党と戦う一方で素早くカルタゴを占領した。五百三十三年十二月十五日、カルタゴから二十マイルほどのトリカマルムで再び両軍は回戦したトリカマルムの戦い。そしてまたもやバンダル軍は敗れ戦闘の最中にゲリメルの兄弟、サ藤が捕らえられてしまった。ベリサリウスはすぐさまバンダル王国第二の都市ヒッポに軍を進めた。 534年、ゲリメルは降伏し、バンダル王国は滅亡した。バンダル族のアリウス主義とカトリック主義やドナティストたちの混在は、アフリカ国内における耐えざる火種となっていた。ヒルデリックを除くほとんどのバンダ領は、程度の差はあれ、カトリック教徒を迫害した。フネリックの治世の最後の数ヶ月は、例外として、カトリック教徒は滅多に公に禁止されること。 はかったが、バンダル族へ布教することは許されず、その聖職者たちの扱いも良いものではなかった。中世より、バンダル族は、ポーランド人とチェコ人をはじめとした西スラブ人の、主要な先祖を構成しているのではないかという通念がある、プロトニシスラブ人。実際に、一部のバンダル人は、東ドイツや、レグニツァや、グーグフなどのあるシレジアにかけての地域に戻っている。 この移動は、後のバンダロルム国、リージェナム・アンドロレムと共記録に残されており、そこで7世紀には、フランク王国のピッピン一世が、バンダル族と出会っている。これは、バンダル王国が滅亡してからたった1世紀後のことで、ある。8世紀に、カール大帝が自らポラーブ人、ニスラブ系の部族を平定したとき、彼らを、バンダル族と呼んでいる。 990年頃のフランクの歴史家である、アウクスブルクのゲルハルトはその著書ので、ポーランド公、ミエシコ一世を、バンダロルム国の大焼と呼んでいる。1056年の歴史書アナールオーガスタニーでは、ザクセン人が隣接するスラブ部族との戦争、ポーランドのボレスワフ一世とので敗北したことについて、ザクセン人はバンダル人に撃たれた。と書かれている。 11世紀の歴史家であるブレーメンのアダムは、ゲルマニアのうちで最も広大な地方である。スラービアには、ブンニル人が住んでいるが、彼らは、正式には、バンダル人と呼ばれる。スラービアは、ザクセンよりも広く、ボヘミア族、チェコ人トッポラン族、ポーランド人が住んでいる。このボヘミア族とポラン族の種族や言語は互いに、全く同じである。と書いている。12世紀のクラクフ、 ポーランドの歴史家は、ポーランドの人々は昔は、バンダル人と呼ばれた。これは、ビスワ川の古名であるバンドゥルス川から来ているが、このバンドゥルスという川の名は、その昔ここに身を投げて亡くなった、ポーランドの古い部族の姫の名番だに由来す。と述べている。12世紀のイギリスの歴史家であるティルバリーのジャーバジーは、ポーランド人は、バンダル人と呼ばれている。と書いている。 ドイツからポーランドにかけてのこの地域は、今でも、ドイツでは、バンダロルムと呼ばれている。ポーランドとチェコの古い伝説では、バンダル族と推測されるレフ、ポーランド人のコメーレフ族とチェフ、チェコ族という双子の兄弟がおり、レフは、シレジアから北方へ向かって、ビエルコポルスカ地方に定住し、チェフは南方へ向かって、ボヘミア地方に定住したとされる。近世には、 ロシアの国家起源にバンダル族を結びつける主張も出てきたバンダルバリアグ説。16世紀の神聖ローマ帝国の大使ジギス軍とホン・ヘルベルシュタインはその著作でバンダル族はルーシの言葉を使いルーシの宗教を持っていたと知るし、ロシア人はバグリアの地から言葉も宗族も宗教をも違っていた異民族のバンダル人つまり バリアグを呼び寄せ権力を委ねたのだと私は考えると、自説を述べている。ヘルベルシュタインの記述から、ロシアの学者の中には、バリアグはノルマン人ではなく、スラブ化したバンダル族、すなわちベンド人であると唱える者がいる。先のポーランドとチェコに伝わるレフとチェフの兄弟伝説は、近世になると、レフチェフルス三兄弟の伝説として書き換えられ、レフは、 シレジアから北方へ向かって、ビエルコポルスカ地方に定住し、チェフは南方へ向かって、ボヘミア地方定住し、そしてルスハルカ東方へ向かって行って、ルーシ地方すなわち、ロシアに定住しとされた。東ゴート族のテオドリック大王と、西ゴート族の指導者は、バンガル族やブルグント族、クロビス一世を王とする、フランク王国との政略結婚によって、同盟関係を結び、 生き残りを図った。後年、スウェーデンの伝承では、北アフリカに達したバンダル族と、アジア、ヨーロッパを接見したコート族が、スウェーデン人の先祖であるというコート起源説、コゴート主義が生まれた。他にも二十一世紀初頭に断絶した、メクレンブルク家は祖先をバンダル族の王とし、十三世紀までにバンダル族の王と名乗っていた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。